こんにちは。こんにちは。以前からよく、ニコニコ動画で番組神への挑戦、今回は英語版で Try to the world っていう海外版も流そうと、この番組を企画したのですが、タイトルは第3の世界大戦とアメリカをニュースとしてという、うちのデスニーランドスカイというバンドのあのキューやってるね。どうも、じゃあそういう形でさせていただきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、アメリカでトランプ大統領っていうのがね、大統領なぜ彼がかったと思います？それは奇跡ですね。奇跡的な、まあ奇跡的な人格だけど、タイプの人間だろう、ね、そうですね、もう大統領にあんまりふさわしくないっていう、言えてるね、品格的にもあんまり、で、俺がね、彼を、なぜ彼が大統領に選ばれるかっていうのは、もう、俺の頭の中にあって、はい、なぜ彼が大統領に選ばれるかというのは、まあ、アメリカの国力が衰退してきていて、ヒラリー・クリントンみたいな、立派な人が、大統領につくって、つくような、もうそんな、彼女のような、立派な人間が成長するような国じゃない。そう、もう IS に、北朝鮮に、もしかしたら負けてしまうかもしれない。つまり、別に死刑にされて、もう構わないっていう政治家が大統領に立候補したから。極論ですね。はい、だから、トランプ氏は大統領に選ばれてる。なるほど。ヒデは、こういうちょっと刺激的な、はい、世界と平和的な世界、どっちの方にってミュージシャンとして来ていたんですか？ミュージシャンとしては平和な方がいいけど、ロックミュージシャンは現状を打破する戦いみたいなもんなんで、はい、まあできたら平和の方がいいですかね。平和主義なんで。音楽っていうのも、はい、平和の上に熱狂的になるっていう、はい、そういうところがあるから、はい、まあアメリカのライブとか見てると、はい、人が飛び込んだり、はい、なんかライブ会場で喧嘩なったりしてるみたいですけど、まあ、ドラッグとかね、いろいろありますよね、アメリカのミュージシャンは。そうですね、まあやっぱり平和でしかも刺激的であるのが一番いいとは思うけど、でもやっぱり、はい、まあ、昔聞いた話で、ローリングストーンのミック・ジャガーが、反戦活動のために、バンドをちょっと切り捨てたりとか、はい、そういう時代背景があっただけに、自分の、ね、はい、東京にちょっと、住居を移して、東京でしばらく音楽活動をやりたいって思っている自分の環境に、こういう、ね、時代背景が訪れたっていうのは、もう別に甘んじてくれると思ってますね。はい、そうですね、北朝鮮がと、まあ、アメリカが何ミサイルを撃ち合うかわからないっていう状況にいたとき、自分は東京のアパートを探してたんですけど。あ、そうですか。はい、東京にいたんですよね。うん、で、まあ、帰ってきてからちょっと緊張状態が、まあ、ずっと続いている状態です。でも北朝鮮はミサイル失敗ばっかしますね。あの失敗っていうのは彼氏にこうわざと失敗してたらしくて、なるほど、威嚇みたいな感じですかね。はい、やはりもうシチュエーションが国民を失望させることはできないけども、ここで撃ってしまったらもうアメリカは打ち返していくって状況だったから、なるほど、そういう話を聞いたんですけど、やっぱりもうそれだけに、はい、だから自分は北朝鮮とのとアメリカ
西アジア、イスラム国とアメリカっていうこの構図の中で、西アジアはもうテロディズム、テロですね、はい、もうその国に破壊されるような軍事力になった、国に対して戦いを仕掛けるのはもう両者両者の破壊ですよね、はい、もうアーティストがもうある意味アーティストが変わった表現をね、トリッキーな表現をするスポーツ選手がトリッキーなプレーをするっていうのと同じで、要所を狙った攻撃っていうのが西アジアだとすればもう世界を滅ぼし合うような兵力を持った国同士はやはりね、北朝鮮や中国、まあ北朝鮮の場合冷戦状態になるというふうに思いますね。ロシアとアメリカはそうだね。でも冷戦時代に核の爆弾を作るロール競争してたじゃないですか、はい、チェルノブイリの原発事故で上がったように、はい、核っていうのは本当に危険なものなんで、はい、もうそういう唯一の被爆国の日本として、はい、そんな、危ないことはやめてほしいですね。自分は若い時はもう世界は滅びたらいいと思ってたから、なぜ世界を滅ぼす人間が政治大統領が総理大臣にならないのかなって不思議に思ったことが若い流れにそう思ってた時期なんですけど、はい、例えば自分にその力があればもう世界を滅ぼしたと思ってた。でも年を食べにつれてやっぱ人間っていうのは良心っていうのも思ってて、その世界を滅ぼした人間として歴史に名を刻むことにすごく好感を持つ人間っていうのは結局のところ人間の良心の頂点っていうふうに、立つこと、両親だけではないかもしれないけど、国のトップになるようなことっていうのはあまりなくて、この北朝鮮っていうのがちょっと独裁者っていう形をとって国が運営されてるけども、それでもやっぱり彼にも心があって、彼も自分の表現としてやっぱりやっぱりトランプも彼のこと天才か強靭かみたいな言い方をしてたと思うんですけど、なんかそういう意味も含めて彼は歴史としては人間だと思いますし、自分では理解できますね、はい、そうですね、はい。ヒデは今の日本の日本の音楽、ミュージシャンとして見て、いろんな他のジャンルも全てスポーツだとか経済とか含めて、今の日本っていうのはアメリカ、今の日本、それからやっぱ中国ですよね、本当にやっぱすごく力をつけてますけど、韓国もそうですか、アメリカと比べて自分たちの国、自分の属するアジアっていうのはどれぐらいのレベルの文化や経済を持ってると思いますよ、対等になるレベルぐらいですかね、はい、もう文化的には、はい、アメリカより、はい、日本の方が海外でも評価されてるし、はい、漫画とかの日本の漫画は、はい、アメリカの漫画より、はい、はるかにクオリティが高いし、はい、もうオーバーザアメリカ、オーバーザアメリカね、あれはネパールで自分が暮らしてた時に精神的に西洋人に負けない、例えばアメリカがハンバーガーをもたらしたって日本が言ってる時に、アメリカのビートルズが俺たちの文化を盗み出した悪者だみたいな言い方をしている、そんな民族を共感して、そこにたまにお金を稼ぎに日本に帰ってきた時に、この国の人たちのとあと文化や生活レベル、そういうものを見た時に、アジア人としていつまでもアメリカを、ね、
追いかけるだけじゃなくて、もう超えなきゃいけないんじゃないかなって思って、それで、作った曲なんですけど、実際そんなにあの曲がすごい認められるかっていうと、すごく少人数の共感者たちから始まったので、はい、まあ、自分たちね、ベスニアンダー使いっていうので、バンド当初からオーバーダメージっていう英語の曲、日本語の曲も日本語訳も作って、流してたんですけど、実際すごく難しいシチュエーションだったと思いますね、10年前って、はいはい、でもやっぱりついに国技でね、野球で日本が北アメリカに勝った時は自分もいや、ついに来たなと思ったんですけど、ね、どう思います？日本人がもうトップなんじゃないですかね、世界の。まあまあそうだね。でもまあそんな甘いことばっかりやってられないと思う、やっぱり。そうですね、特に軍事力がすごく劣ってる部分があるからね。中国っていうのはもう結局、特にオリンピック、例えばまあオリンピックでまず中国っていうのはアメリカの次に他の西洋の国を押しのけて立ってるけど、まあそれに加えて軍事力っていうのも、おそらくやっぱそういうレベルにあるとは思うんだけど、ね、彼らは日本で規制されることはなかったから、だから日本がその規制を受けなかったらということを考えたら、やっぱり北朝鮮、中国、日本、もしこれがアメリカに反旗を翻すことになれば、アメリカは滅びることになるし、うん、そしてロシアもやはり、ね、シリアの空爆でしたかね、最近の空爆に対してロシアがアメリカに反感を抱いたっていう、そういう最近のニュースもあったから、やはりアメリカが本当にね、トランプが死刑になるっていうのは、まあそこらはまあブラックジョークなんだけど、ほんまにそう思って、まあ思ってなくはないけど、比較三原則でもあるように、うん、日本は持たず作らず持ち込ませる、それもいいけど、アメリカのね、トランプも、なんかトランプが副大統領、ペンスっていう副大統領が、中学生、青少年のね、青少年の、少年の野球、ソフトボール、観戦に行った時に、なんか子供たち笑ってたらしいですよ。あ、ペンスっていう大統領、ペンスっていう副大統領ですね。なんかマッドドッグっていう、まあ、確かな情報かわからないんですが、その副大統領か、国務長官が、なんか、アメリカの州知事だった時代に、同性愛を認めない法律を可決したらしいんですよ。で、僕はそれを見て感じたことがあるんですけど、僕もちょっと本物のゲイではないんですけど、ゲイの気がある人間として、普通にね、自分は、俺は実は言うと、空手をやってた人間で、男らしさをいつまでも失ってなくないっていう、なるほど、それはある意味ですね。でも本人たちの自由だと思うんですよ、はい、だから、法律でまで禁止することはないと思うんですよ、はいはい、ムーンライトっていう映画をちょっと紹介を見たんですけど、はい、黒人の男の子が親友だった男の子を好きになって、はい、恋愛に落ちるっていう話なんですけど、はい、その子は黒人差別と人種差別、はい、黒人差別で二重の差別を受けて葛藤するっていう映画なんですけど、はい、ちょっと見たいと思いましたね、まあ、日本の大阪府では、はい、同性愛者同士に、はい、孤児を、はい、親のいない子供を、はいはいを与えたっていう、大阪府では、はいはいはい、でその点では日本は同性愛についての許容というか、なんか進んでるんじゃないかなと思って、まあ民主だし、考え方もはい、で実際自分で何人もっていうか、まあ会ったことありますし、ね、はい、実際に会ったことはありますよね。ありますね。まあ、自分の問題の一つだと思うんですよ、この世界は。はい。まあ、でも、その、
世界深く、しかも美しく、アーティストとして、はい、来てもあのトランプの師匠もベンさんも、あのマッドドッグっていう国語書館の人が知ってるの、マッドドッグってマッドドッグってなプレス中継でね、トランプ言ってるのに、あのえそれは一発屋のあのピン芸人とかね、そんなところがあるからやっぱりね、あの、まあセッティングにあの一発屋じゃないんですよ。あの安倍首相とか実際こんなん下についてていいのって思うして大丈夫なんで、だからこそこの番組を私は聞きたいと思ってますね。トランプはよく美女を連れてるじゃないですか、はい、あれは娘らしいんですけど、はい、そうだね、彼も その話はよく見るけど、ね、あのやっぱり年を取ってもあの世界に美をもたらすのはやっぱり若い世代の女性ですからね、はい、だからその点は分からないことはないけど、でも、まあそうですね、まあ、その子についてはどっちでもいいのかもしれないし、まあでも何しろまあね、その若い世代の女性っていうのが今の日本ですごく強い力を持ってた地下アイドルとか絵が入るにしても、ね、スポーツ選手にどんどん台頭してきてて、はい、そんなこんなすごい風景っていうのは自分は昔見たのはアメリカの映画ですね。でオリンピックで思い出したんですが、浅田もう引退しましたね。ああ、そう。ハルツの場所に行きます。たまに行ったら、あの、それね、その若い世代の台頭がやはりすごく目立ってて、実際そう日本の映画の、あの日本映画の興行収入が、アメリカ映画の興行収入が日本を超えて、はい、それからどんどん音楽がね、それぞれ文化、それぞれ国力、まあ、政治家の中にもね、なかなかちょっと自分たちの年上が同じなんで、人でも、ね、政治にね、政治で才能を発揮してる、そんな時代だからこそ、やはり自分たちの、その日本が負けてないと思うなら、今のやはり日本のシチュエーションというのは、アメリカがイングランドを退けて、独立戦争で勝利した時の、アメリカに勝利すべきだと思うから、だからこういった番組をしたんですけど、そうですね、それとまあやはり、まあ、根本にある問題やけど、まあ以前奈良でそれから大阪で出続けてオロがどんな存在であると思いますか。超人ですね、ニーチェが言うキリストを超えるものを形容しましょうか。これを初めて言ってくれたのはね、まあまあネパールの人間したやったかもしれないけど、ずっと当然それを当然のように一緒にね、力に隣で音楽を聴きながら、ね、言ってくれたのは聞いたんですけど、それがまあ大阪にも広がって、で、昼も大阪に行ってくれて、そしたら、スーパーシーンがいるんですかね、クラシックロック、クラシカルロックっていうのを目指して、バイクの、技術や、バイクの、改造の技術に、ね、すごい高くて、バイクでも才能発揮する、クラシカルシーンが増しているんですけど。はい、彼にヒデを合わせたのは、それはきっといい刺激になるからと思ったんですけど、彼にってどう思いましたか。すごいいい刺激ですけど、はい、バイクばっかりいじってないで音楽に集中すべきだとちょっと思います。あんま面白いですよね、うん、
どっちを本業にするのかっていうところですね。ヒューも結構卓球は結構楽しかった。あ、卓球、僕も卓球真剣にやってましたね。卓球真剣にやってましたね。もう結構あのカットとか打ってますよ。実業団のね、元実業団の選手、元実業団の選手といい勝負しました。まあ東洋思想的にやっぱりあの全てのものは繋がりを持ってるっていうのはもう考え方もあるから、やっぱり多彩であることっていうのはあのね、東洋人に多くてもいいとは思いますけど、はい、まあただ自分はそのね、なんかナショナルレベルのサッカーや空手を経験して、でまあ音楽で世界で最高のものを作りたいと志してて、映画やね、まあその時の理解通りについてもね、詳しく勉強した、まあ、多彩であることを目指した一人の人間ですけど、結局その結果自分にとっての自分以上の自分とって音もそういった人っていうのも本当どういうところに見出していいかかっていうと、やっぱりキリストやマホメット、シバシ、シャカ、ブタですね、中にしかいなくて、まあその存在っていうのはそれが2年とったきっとその大阪のアーティストだと思うんですけど、はい、その存在っていうのをやはりね、キリストが生まれた時に、その数百年の間に釈迦とブッダとか、マホメットっていうイスラム教と仏教が同時にキリスト教と共に生まれてるんですけど、そういった存在がやはりこの世界にまた100年に1人、何千年に1人って言われる、ね、本当の意味ですね、2000年前宗教があったようなものがこの世界にまた再び、ね、起ころうとしている、自分以外にもそういう人がいるっていうふうに思った時に、やっぱりね、自分がね、映ってきたアメリカ映画やアメリカのロック、フランスの芸術、そういったものが昔から憧れてきた西洋にもうそういう存在っていうのはもしかしたら来るかもしれない。だからこそ私はアメリカにライバル心とともに、それとともにやはり厳しさを、もし自分が先に生まれたのであったとしたら厳しさを彼らに投げかけたいって思ったりするんですよね。はい、そうですね、そんなのでも捨てたもんじゃないですね。そうですね。まあ、もうすぐね、自分は東京に行くっつって、ヒデと長屋がやってきた活動が休止になってしまうかもしれないけど、でもやはりまあヒデはすごくいい仕事でしたよ。ありがとうございます。じゃあ、まあ、この辺にして満足しましたか。はい、はい、では、カメラの挑戦、ね、さらに英語バージョンも撮られる今日撮影の予定なんですが、よかったら見てください。それではありがとうございました。ありがとうございました。